トラビスジャパンニューアルバム V.I.E.S.O.L. のジャケット写真収録曲公開新 MV プレミア公開も9月より台北、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの合計6都市をめぐるツアー。トラビスジャパンワールドツアー2024ロード 2A を完走したばかりのトラビスジャパン。12月4日にリリースセカンドアルバム V.I.S.O.L. 読み、ビジュアルの初回 T 版、初回 J 版、通常版、FC 限定版の4形態すべてのジャケット写真と、全形態共通の収録曲を発表しています。今回のアルバムは、それぞれ強い個性を持つ7人が、トラビスジャパンとしてグループになっている奇跡をビジュアライズする、思い描かせるのと同時に、音楽というアプローチでも7人の個性をビジュアライズできるようにと込めてるだけあって、 ジャケット写真もそれぞれの携帯ごとに様々なトラビスジャパンを見ることができます。収録曲は今年の3月にデジタルリリースをした TGI フライデーナイト松田玄太が出演して話題を呼んだテレビ朝日系ドラマ東京タワーの挿入歌スイーテストチューンをはじめ川島ノエルが声優に初挑戦しシーズン2が10月1日よりスタートするテレビアニメ 多数決オープニングテーマフライハイヤー中村海人が出演する11月15日金曜日より全国ロードショーとなっている映画矢野くんの普通の日々の挿入歌ステイングウィズユーなど全13曲を収録全携帯に共通するディスクワンの収録曲も発表されていますまた10月21日月曜日にはクレイジークレイジーフライハイヤー を先行配信。クレイジークレイジーのミュージック。ビデオが10月21日18時に YouTube プレミア公開されることも決定。